はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ現在探検ツアー後半戦、こちらのヘイホーカップがリーグ対象となっておりまして、僕自身は1コース目まで、終えた段階でリーグ95で11位というところで絶賛苦戦しております。今日も苦戦の匂いがプンプンしておりますけども、今回はパックン神殿 RX 3コース目ですね、こちらを走り込んで攻略動画にしていこうと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、ではその苦戦濃厚のね3コース目パックン神殿 RX 見ていきたいと思うんですけども、まあね、要はウルトラレアのレベルアップチケットが枯渇しているわけですが、なんとか水色兵法、今回ねキャラの中で唯一、使えるキャラになっておりますので、こちらね強化しておきましょう。どうぞ。はい、こちらレベル3ポイント解放1段階、めちゃめちゃしょぼいですが、ラッキーセブンキャラに、あー、レベル4までは行きたいよね。まあしょうがない、頑張るしかないです。さあマシン行きましょう。マシングライダーはこのコースに関しては悪くない。ゴールドマグナムレベル6ポイント解放2段階、ダッシュプレート系ですね、使っていきます。グライダーはどちらにしようか迷いますけども、まあブラックシューターにしようかな。レベル6ポイント解放2段階というところで、今回はキャラが問題ありというところですけども、新登場キャラね、使い心地も含めて見ていきたいと思います。行きましょう。はい、1レース目行きましょう。さあもうパックン神殿飽きたんだけどなって感じも若干ありますけども、まあね、やるしかないですね。よいしょ。はい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 、よいしょ。なんとか逃さずやりたいけど、よいしょ。とーし、はいはい、当たったぜ。このコースもう全体的になんかイランジャンプアクション多いっすよね、本当に。よいしょ。あれ当たるわな、あそこしか通る道ないのに緑コーラ後ろに投げられたらお手上げだよね。あそこいいね。よいしょ。右。コンボはつながりそうなコースですよね。ここか。はっきりつながった。まあ、グライダーレベル6のおかげかもしれませんが。あ、全然いいとこ走れてない。よっ。よっ。よし。縦3枚。ギリギリ取れない。よいしょ。すげえ1位独走な気配ですけども、ここに今んとこバナナ置いたら誰か引っかかるだろう。引っかからねえかな、ちょっと角度悪かったかも。よし、何にも起こらないぞ。俺はラッキーセブンキャラなのに何も起こさなくていいのか。これはダメだな、何も考えずに走りすぎた。ちょっと次からもうちょっと考えます。フルコンだろこれ。イエーイ、久々にフルコンボの喜び。はい、得点は下見と比べて4000点伸ばすことができて、フルコンボアクション数99という形でした。エクストリーム系の割にはめちゃめちゃコンボ数が多いわけではありませんけども、コンボのつながり具合はやっぱりさすがエクストリーム系という感じでしたかね。まあ、でレベル6のグライダーというのもあるかもしれませんが、なんとかコンボをつなぐことはできました。得点の目標は3万点かな、3万点目指して頑張っていきたいと思います。というか順位上がるのかな。はい、順位は上がりませんでした。厳しい戦いが待ってます今週は。はい、2レース目いきましょう。ということでちょっと趣旨を変えてですね、コインボックスキャラじゃないわけですよね。ラッキーセブンキャラということで、まあ、どうやって順位を落とすかなんです、アイテムまでにね。今みたいに7位ぐらいだとこうやってラッキーセブンが来てくれたりする。いやー、今のありですよね。あ、で今も7位。あ、めっちゃ、あ、8位はダメよ。お兄さん8位はダメよ。もう雷。雷も。ね、こういうさ、トラップ敷かれたりすると結構厄介なんですよね。あ、7位いいね。7位でいいよ。様子見ていこうぜ、こうやってさ。こうやって要は得点伸ばすしかないわけですから、あんまり。いいぞ。この辺でいこうぜ。あら、まあ、あんまりいきなり順位上がりすぎるのもまずいんで、いいか。よっ、ちょっと半端な感じで。よしよし。おい、出ないんかい、ラッキーセブン。まあ、レベル3のキャラだとこんなもんかもしれないです。危ない。やっぱボム兵キャラ多いんだよな、忘れてたけど。探検ツアー忘れてたわ。ラッキーセブン全然出ねえな、フィーバー。よし、
ここらで行こうか。よし、1けー、ここでコインフィーバーだろう。まあレベル3のキャラに高望みはできないですね。そっか、キャラがレベル3ということで思ったフィーバーとかも来づらいか。これでもさっきの記録優位に超えただろう。オッケーオッケー、この流れだな。まあ自分の狙い通りというにはなかなかあのボム編に引っかかったりとかね、うまく走りきれなかったりとかでただ単に順位を落としてたのもありますけども、自分がラッキーセブンキャラということを忘れずに、うまく貝に沈みながらいいアイテムを拾って上位を狙っていくと、やっぱそのパターンですね。フルコンボアクション数122まで伸ばして、記録も3500点伸ばすことができました。これでさすがに順位上がりますし、目標の3万点も近づいてきたなって感じですね。よかった。よーし、あー、ようやく10位か。目標は9位です。やばいな、いけんのかなこれ今週。はい、12レース目いきましょう。これは今までの中では可能性ある方かな。もう本当にね、レベル3のキャラってね、皆さんが思ってる以上に、ああそこでコンボ途切れるの計算外だったな。畜生、それは想定外だ。本当にね、フィーバー来ないんですよレベル3のキャラって。皆さんもよく分かってると思いますけど、めっちゃ厳しいっす。2回もフィーバー来ないんじゃない、下手したらね。ここで出しとこうか。やったー、回避誰にも当たらない緑コーラひたすら後ろに投げ続ける。あえて壁を伝った方がジャンプアクション稼げそうですね、あそこね。オッケー、いけ、あ、行かない、あ、全然ダメか、なんで。はい、17レース目いきましょう。初めてのラッキーセブンフィーバーなんですけど、この順位だとね。来たとてやな。いや本当にレベル3のキャラマジでフィーバー来ない。やばい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 、言ってる場合かーい。はい、19レース目いきましょう。やっと初のコインフィーバー来たー。はいはい、もうどんどん投げて、どんどん投げちゃっていいから大丈夫だよ。 OK、 コインフィーバーどれくらいプラスになる。
わかりません。どれぐらいプラスになってるのかはわかりません。しかもあそこフィーバー来ると曲がりきれないっていうね、コーナーを。よし、頼む、ここで決めたい。あー途切れる、バカだな。よし、ラッキーセブン。うぃー、それ以上、これで決めるか。バカバカバカ、すげえ黙っちゃう。あ、また途切れるかも。大丈夫大丈夫、いけ、やった、3万出た。あーもう終わる。よかった、コインフィーバー2回。あー本当によかった。はい、2800点弱更新してフルコンボ達成できませんでしたが、アクション数149。まあまあちょっとね、最後の下からのブクブクでジャンプ突き上げられるところ、小細工をする、まあグライダーレベルが6でも小細工するとコンボが途切れちゃうんですが、ちょっとね、ジャンプアクション数稼ごうとして小細工した結果失敗をしましたが、いやー3万点超えれてよかったー。すごい閉鎖的だったこのコース、全然記録伸びなかった。レベル3のキャラ舐めちゃいかんね、本当に。オッケー、あー9位まで行った。いやこれはでかいぞ、9位という順位よりもこの3万点乗ったっていうのがめちゃめちゃでかい気がします。よかった、トップに戻ります。はい、トップ画面に戻ってまいりました。今回はヘイホーカップの3コース目、新登場コースのパックン神殿 RX 走り込んでいきましたけども、内容いかがだったでしょうか。まあ、一応得点としましては3802点ということで、目標の3万点をギリギリ超えることができました。いやーサムネ等にも書いてると思いますが、レベル3のキャラのフィーバーのこなさ舐めちゃいけないね。コインフィーバーは合計で3回しか多分来てないし、いやあれって初か、合計で2回か、それが1コースで1レース一気に来たのか。でラッキーセブンフィーバーも1回しか来なかったので、いや本当に厳しかったですけども、なんとか新登場のキャラを使って3万点まで記録を伸ばすことができました。今日の記録、走りの内容等ね、参考になったよと思ってくださった方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。次回のリバーサイドパーク X で一番記録が出るはずです。そこでの記録次第で残留昇格圏内狙えるか狙えないかというところかかってますので、次回の動画もぜひ楽しみにしていてください。では今日はここまでにしたいと思います。失礼します。